2007年に、ロシアで発行された記念日て上段左からアンマイナス 3t、アントーノフ、アンマイナス12、中段左からアンマイナス24、アンマイナス74、アンマイナス124ルスラーアン・オリエーク、コンスタンチーノビチ・アントーノフ1984年4月4日は、ソビエト連邦の航空機設計者。1906年2月7日、 モスクワ近郊のトロイツ村に生まれた。土木技師であった父コンスタンティン・アントーノフと母ハンナはオリエークが9歳の時に亡くなっている。家族ははじめ父親が建設に携わった精神病院の敷地内で暮らしていた。1912年、一家はサラトフに引っ越し、アントーノフはそこで工業学校に通った。アントーノフは小さい時から飛行機が好きで、 時間があるときはいつもサラトフの空港で飛行機を見て過ごしていた。17歳のときアントーノフはアマチュアアビエーションクラブと空軍友の会を作っている。また同じ年にグライダーがマイナス1ピジョンを設計している。1930年にレニングラードのカリーニン工科大学を卒業し、 1946年に航空機設計局の長官となった。1956年にアントノフ設計局を設立した。同局は超大型輸送機案 -225 ムリーヤをはじめとする飛行機の設計で知られる。1952年にソビエト連邦国家賞を1962年にレーニン賞を受賞したほか、 レーニン勲章も二度受訓した。1966年に社会主義労働者英雄称号を受け、1968年からソビエト連邦科学アカデミー会員となった。また、第5期から第7期のソビエト連邦最高会議大議員も務めた。アントーノフは、グライダーや飛行機の設計に関して多数の著書がある。キエフには、 アントーノフを記念して名付けられた通りがある。また2006年にはウクライナ国立銀行とロシア連邦中央銀行がアントーノフの生誕100年を記念する効果を発行した。ありがとうございます。